では軍人、うん、の人が、司令型のあなたが、うんうん、パートナーとどうやって上手に別れましょうかねと、うん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 、ではまず軍人と王様、うん、王様なんで司令と注目ですね、うんうんうん、司令のあなたが注目の人とどうやって別れるか、うん、2人の関係が冷めてきても、うん、いざ別れるとなると、うん、未練たらたら、うん、ストーカーになりかねないのが王様の男性ですって書いてあります、ね、あ、はいはいはい、俺やっぱり王様だぞこれ注目だぞこれ、うん、はい、相手を傷つけないようにさらっと別れたいと思っても、うん、面倒なことになってしまいがちですと、うんうん、ここが嫌いになったという説明では、うん、ここから一生懸命直すからと泣かれるだけ、はいはいはい、新しい彼ができたからあなたとは別れる、うん、などと、うん、彼にとって分かりやすい理由が説明は楽でしょうと、うんうんうん、バレないなら誰かに新しい彼の役をお願いするのもいいかもしれません、うん、今ちょっと男性のことをやって、まあ、これ基本女性型のあれなので、うんうん、はいはい、そんな頼まれたら絶対嫌ですけどね、ちょっと彼のふりしてよあ、でも そんな揉め事に巻き込まれたくないですよ。あ、でも、うん、王様は、はいはい、うん、まあどうなんでしょうね、僕何回かその、うん、自分の恥部を晒すと、うん、男が出てくると、うん、多分引くような気がします、ね、ああ、そうする、ああ、そうそうか、なんとなく、うんうん、好きな、要は別れるっていう宣言をされ、うん、新しい彼ができた、うん、と言われ、うん、今から行くよっていう時に、うん、今から行くよっていうか、もしか僕行ってないですけどね、はいはい、なんか電話とかかかってきた時に、うんうん、男に代わってもらうだけ、うん、おい、うん、おいじゃなくてもいいんですけどね、うん、あ、もう今付き合ってるんで、うん、ってされればなんか、うん、諦める気はするんですけどね、うんうんうん、いかがでしょう、はい、はい、王様の気分僕はね、やっぱり王様だぞっていう気分になってますはい、はいはい、一生懸命直すからって言いそう言いそう、はあはあ、司令から見た司令、うんうん、軍人の場合ですね、うんうん、軍人の人をどうやって切るか、うん、負けず嫌いな司令軍人同士なので、うん、別れること自体はそんなに難しくありません、うん、別れましょうと告げればいいだけです、うん、あとは引くことはないでしょうと、うん、そうするとパートナーもあなたと同様振られるくらいなら、うん、自分から振ってやるわ、うんうんうん、というタイプだからですと、ただ、うん、あなた自身がその振られるくらいなら振ってやるっていうモードだとすると、うん、慌てない方がいいと、うん、まあ、喧嘩が大きくなって揉め事が増えるだけなのでその辺は注意しましょうなんていうふうに書かれています。それでは、司令軍人から見た学者の取説としては、切り方ですね、明快に別れたいと告げれば大抵すんなり別れてくれる場合が多いと思いますと、ただそのパートナー法則型ですねは自分家の感情に一番気がつきにくいタイプ、あなたへの気持ちが本気の場合は大変ですと、好きなのに別れると約束してしまったのにあなたへの未練にパートナーが振り回されることになると、あなたの後をこっそりつけたりストーカーになったり新しい彼女の悪口を友達の間で流したり、うん、新しいパートナーにあなたの悪口を言ったり想像しないような不快な思いをすることになる、なりかねないと、うん、それよりも彼彼女に嫌われるように、はい、するのはいかがでしょうと、うん、デートをすっぽかしても謝らずに、うんうん、見えすいた嘘をつくとか、うん、都合がつかないって分かってる日に、うん、何が何でもデートしようって、うん、わがままを言ったりする、うん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 、とパートナーの方から嫌いになってくれる、うんうん、
これなんか上手ですね。法則型、法則型、うん、学者型に対してそれをやるのは難しいですよね。心が痛むやっぱなんか注目の匂いがしますね、うん。ではじゃあまあこの引き続き、はいはい、軍人司令型から見た理想型ですね、うん、の理想の分かれ方とか、はい、どうやって切るか、うんうん、繊細でナイーブな理想型ですが、うんうん、その分分かれるときは慎重に行動しないとストーカーになりかねませんと、うん、はいはい、まあこれ全部今司令型に対して言ってるので、うんうんうん、なんか司令型はどうしてもなんかスパッと切りたがるんでしょうね。まあそうかもしれない、自分の理由だけで、うんうんうん、だからこんな注意が必要だよっていう話をしてるんだと思います、うんうん、別れも含めてあなたとの思い出を美しく残してあげられればそれが一番ですと、うん、でもまあそういう演出ができる場合は少ないと思いますねと、うんうんうん、でも大抵の場合はなかなかパートナーも都合よく納得はしてくれませんと、うん、でこの後に及んでの話し合いは何のメリットもありません、うんうん、手短に、うん、他に好きな人ができたから別れる、うんうん、仕事が大事だから別れる、うん、と簡単に説明して、うん、さっさと別れてしまうのがいいでしょうと、うん、あの後であなたの悪口を言いふらされる恐れはありますが、うん、まあそれは恋愛のリスクということで覚悟しておきましょうと、うんうん、いう、指令、はい、うん、軍人型に対しての今、はい、アドバイスをいたしました、うんうんうん、はい、やっぱりなんか自分勝手に動きがちなんでしょうね、相手のことを考えずに。まあそうですね、自分の都合で、自分の都合で、うん、別れたいと思ったら別れたいみたいな。なので、うん、まあタイプのことを考えましょうねっていう、うんうん、